多分 YouTube のアップは水曜日になると思います、ね、あ、そんなに遅く1週間止まってるので、うん、今もアップロードできるのは水曜日からになってます、うん、そうなんですね、よろしくお願いします。はい、わかりました。あと次誰か紹介していたら次、かぐやさん、どうしたツイキャスのあれ、コインに投げてくださいね。え、ツイキャスの何？コインに投げてください。あー、ね、今一個もないから。あ、埼玉の坊さん、早速ありがとうございます。え、もう坊さんあれかな、私もタカポさん、あ、今日は晴れてます。こんばんは、うん、こんばんは、こんばんは、こんばんは、いらない。何を送ればいいの？コインだけ。コインがないんだよ。え、もうあれしちゃった？全部この間使ったから。え、でも毎日復活するってよ。毎日復活する？うん。じゃあこれかな。あ、そうこれ。2枚まで復活しますって書いてるくらいありがとうございます。はい、あと20秒になりましたね。ありがとうございます、高子さん。うん、知らないんですよ。よくわからず使ってます。こんばんは。6月17日月曜日、時刻は夜9時ちょうどになりました。私たちの元気の源、美女の掟の時間です。この美女の掟は沖縄や宜野湾市に根ざしたホットな情報をお届けする番組です。今日のパーソナリティは私、みつこと大城みつよ、はい、みっちゃんこと島袋みつこ、はい、ゆりこと上村さゆり、はい、今日はこの3名でパーソナリティでお届けいたします。よろしくお願いします。はい、さてですけど、何か告知ございますか？うん、私は仕事してないのでそう言わない、はい、そうですね、特には、はい、ございません、大丈夫です。はい、先週ですけれど、何かありました？うん、すごいね、うち母の話していい？金曜日に、はい、ちょっと病院行くから連れて行ってって言われたんですよ、うん、そしたら木曜日の夜に最初連れて行ってだったのか、その後に、もうあの病院行きたくないから、いいさ、もう今回行かないから、うん、大丈夫、本当に薬あるの？うん、あるから大丈夫って言うから、ね、じゃあもう行かないよ、朝行かないよって言ったら、次の日の朝になったら電話かかってくるわけ、うん、あんたどこにいる、何してるいつものこと、なんて行かないって言ったさって、うん、行くよ、もう薬がないんだから、昨日だから行ったでしょもう行った、そんな感じですよね。そうそれで、あと、もう私寝てたので、そのまま飛び出して、寝巻きのままブラジャーもつけず、上にカーディガンだけ羽織って、さっと飛び出して、行ったら、すごい雨の日だったんですよ、で病院連れて行って、母だけも連れて行こうと思ったら、うん、車で待ってるから、あんただけ行って薬だけもらってきてて、ちょっと待って、私こんな格好だけどみたいな、上着つけてるから大丈夫さみたいな感じで行かされまして、確かにね、それ怖、
あの雨の中母を、うん、あの病院とかあの薬屋に行くのはもう本当にちょっと大変だったなと思うんですけど、その後あのトイレ行きたいからあの三栄行こうって言うんですね。であの近くの三栄のマカビの方に行こうかなとしたら、うんこっちじゃない、あのメインプレスっていうだけでちょっと待って私これ寝巻きよって言いながら、長野ですか、長野寝巻きでメインプレスでトイレだけかって、あのマカビだと濡れるからってことで、それでメイン行ったんですね。でメインプレス行ってトイレだけかなと思ったらね、一回行って買い物してこうって、私寝巻きって言いながら、高穂さんが何をしたいんやはい、もう振り回されました、うん、85歳そういう感じです、うんうん、ユーリンのお母さんとうちの母って同じ年なんですよ、うん、88ですね、88確かに3つのお母さん、はい、3つもそうです、最近ずっと振り回されてます、うん、本当言った言わないで本当に確かめてるのに次の日の朝になったら、あんた何やってるどこにいるから、そうそう、はい、覚悟してくださいはい、3つは 私はね、あのずっと雨降ってたじゃないですか、うんうん、なんかもう外に出たくてうずうずしてたんですよ、うんうん、したら土曜日、あ、なんか天気予報を調べたら午後から晴れってなった、うん、なってえぇと思って、したらいつも私10時からお客さん入ってるんですけど、このお客さんを全部ずらして7時から7時ともう本当に、うん、に10、7時でしょ、19時、10時、もう全部12時に終われるように、はい、セットしてこのお客さんと一緒にかわいそう一緒にあのちょっと行ってきました、あのセーファー2機、うん、行ってきたんですけど、またそのもうね久しぶりに本当何年ぶりかに行ったんですよ、うん、またなんか綺麗になってて、してまさかこの、ね、入り口のところでセーファー歌姫の占い師ということでなんかずっといるらしいんですよ、うん、それをまた友達がねこんな人がいるよみたいな感じで言うので、とりあえず見せたんですね見せました、したらもう何も言うことないと、うん、あのもうバッチですっていうから言われたので気分よく帰ってきました。はい、みっちゃんでは何かありました？あの娘高校でですとかね、先週はもう歯医者からあの髪の毛を娘がバッサリと30センチ以上切りました。この間も30センチ切らなかったですか？2年前なんですよ、娘が切ったの2年半前で、であのヘアドネーションをするように持ち帰って。うんうん、いますけども、もうバッサリ短く切りまして、うん、可愛くなってますね。うん、はい、まあそういう形で、はい。でユーリンとねカラオケにも行きましたしね。行ったね。久しぶりに。いつですか？二人でお昼あっちで行きました。3時間。そう、3時間でピーピーってなって、うん、また歌いたいなのにイブリンがそう、私はちょっと調子悪かったのでもうそのぐらいでいいかなと思ったんですけど家がずるいぞってそうだよリエ、今度いつ行けるの、そう、はい、リエがいつも ね、あの裏切ってんだからそれで、はい、皆さんあのコイン足りましたのでそのまま1時間番組できます、ありがとうございます、ありがとうございますということで、まあ家族孝行と、そして3つが私との約束を守らず、うん、ごめんなさい連絡を私はずっと1週間待ってごめんなさい私気になってたんですけどもうごめんなさい、超雨降ってたんで、はい、どうしようと思って、そうなんですね、バイカットでしたね、そうです、私はずっと待たされ、本当あのごめんごめん、遊びのあれは絶対守るんだけど、だんお仕事はそうか、そういえば行った聞いたんだごめんごめん、はい、まあ、そんなこんなでね、はい、失礼しました、はい、雨の、ね、1週間でずっと、はい、大変でございました。おなんか梅雨は明けるのかな、うん、と明けそうだよって言われてこんだけ大雨降ってるのでもうさ結構ね、あの、うん、洗濯物ができなくてめっちゃ困ってて、うん、あのサロンのねタオルだとか、うん、もうなんか湿ってて、うん、お家に持ち帰った、うん、持ち帰ってそれでまたあのコインランドリー行ってきました、うん、うちに乾燥機あったんじゃない、ちょっとあったんですけどちょっと壊れちゃって、うん、あら
ジメジメして、乾燥機を使うことではないんですけどね、フル回転してますね、うん、洗濯機が、はい、うん、すごいタオルの枚数に我が家もなっております。2人でも大変だから、うん、結構ね、うん、4名5名5名6名すごいじゃないですか。です、ね、そうなんですよ、ね、ということで、はい、なんか騒がしい1週間だったと。そうですね、充実の方も充実の1週間だったということですね。あ、そっか、あと1つ、あの、はい、さっき私が見せたあの、まあ、うん、JA の、JA でちょっと見つけた、うん、なんか、うん、珍しい野菜があるんですよ、うんうん、あ、野菜、うん、果物か、フィンガーライム、フィンガーライム、うん、これ調べてみてください皆さん、ね、YouTube で今あの見ました、そして食べました。あの形がね、うん、なんだろうあれ、あれ豆のようなこのぐらい、なんかね、なんていうの、黒い、なんかあんまり美味しそうじゃないですよね、うん、見た目、見た目はね、ズッキーニかキュウリか小さいナスかっていうような感じのそれの黒くなった版、それを切ると、うん、本当にキャビネのようにこの細かい、キャビ、キャビアね、キャビア、キャビアのようにね、めっちゃなんか美味しそう、うん、すごく香りが良くて、あれ果物なのっていうね、なんかオーストラリア産ということで、はい、沖縄でも取れるらしいです、うん、しかもいろんな色があって、そう、あの宝石みたいですね。そう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 、え、ググってみてください。あの作元で見ました。え、そうなんだ。うん、意外と、なんかね、ザクロみたいな感じっていうより、そう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 。うんうん、なんかでも不思議だよね。いろんな色があって、ピン、みかん、みかん柑橘系のような感じもするしっていう、ちょっと不思議なお味でございましたよ。うんうん、でリエは、うん、先週は父の日でコケコッコハウスお客様はたくさん来ていただきました、頑張ってたくさん焼きましたが、最後少し不足してしまい買えなかったお客様、申し訳ないです。大盛況だったんですね、よかったよかった、はい、はい、そうですね、なんか高子さんが雨のこと私たちが開けるのって言ったら少し数日ずれ込むかもって書いてありますね、もう沖縄来てるのかな、高尾さんはまだ内地、ね、沖縄に帰ってくるって言ってましたもんね、はい、ぜひゲストお待ちしておりますので、ぜひぜひ、よろしくお願いします、はい、公式 Facebook ページ美女の掟解説しております、こちらも見てください。この番組ではメッセージ募集しております。メールアドレスは数字で797@fmginowan.com fmginowan.com、ファックス番号は 098-943-0094 です。この番組はリスンラジオや YouTube ライブのほかツイキャスでもリアルタイムに聞くことができます。過去の放送は YouTube から FM 機能は美女の掟で検索してください、はい、ちなみに今日の放送は水曜日以降のアップだそうです、はい、うん、ちょっとなんかいろいろとトラブってるみたいではい、後でアップするということですね、うん、ここです、はい、番組を一緒に盛り上げてくださる方はツイキャスご参加ください、この後21時56分まで免疫力の上がる番組お楽しみください、はい、オープニングは安室奈美恵でジェイス・ザ・チャンスでした。それでは CM どうぞ。東海港か、だいぶ先ね、うん、うん、そうだね、東海港、そうなんだ、海作りの真っ最中、東海港だったらこれ間に合わないじゃない、本当間に合わない、間に合わない、うん、あ、このあれ、いや違う、あれ高本さんよ、高本さんが沖縄に来るのとか、あ、見つけたと思った、それだけど、あ、大さん、今聞こえるのよ、今生だから、あとで YouTube にアップするとか、ありがとう、高子さん、に作り真っ最中ツイキャスも聞いてますって、嬉しいな、嬉しいですね、編集が自由に、部屋ごと引っ越してきたらいいよね、本当だね、
どこでもドアが欲しいね、うん、はい、始まります。さあ、ただいまお聞きの番組は FM ミノワンから生放送でお送りする美女の掟です。時刻は9時12分を回りましたね。さて今日の掟と言いたいんですけれども、今日は素敵な素敵な、ゲスト3つにお呼びいただきました。自己紹介をお願いしてよろしいでしょうか。どうぞ。はい、はじめまして、はい、シャギノワン市に住んでます石木田美子と言います。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、初めてで緊張してますよということで、はい、ミッツーとユーリンの、うん、お友達ということですね。はい、はい、ということで、お仕事はどのようなことを民子さんなさってますか。はい、仕事はですね、はい、週末は派遣の仕事をしていて、はい、で平日、うん、自営業で足もみマッサージと、はい、あとマヤ歴という、はいはい、セッションを入ってます。はい、なるほど、はい、ということで、うん、2足のわらじ、3足のわらじですね。ということですね。はいはい、元気いっぱいの民子さんですね。はい、ありがとうございます。はいはい、ということで、どうぞ3つ紹介者をフォローしてください。ね、今ね、私の、ね、サロンにも通っててくれててですね、はい、めっちゃ、ね、おしゃべりが大好きで、うん、私も好きなんですけど、うん、本当にずっとチャンネルで、ね、ずっと止まらない、寝れないですよね。ちょっと眠らそうと思ってもちょっとしゃべりすぎて眠れないで、ごめんね。もう多分3つのことだから毎週ね、ラジオやってるんだけどゲスト来ない、はいはい、とか、なんか告知したいことないとか、はい、あったんでしょ。ありましたね。癒やしに行ったのに癒やしならず。まずでも最初に三代さんのとこ行くと、うん、なんかいいことあったって必ず聞かれるんですよ。はいはい、なんか毎月行くたびに、うん、なんか用意してくれてるんですよ。いいこと探しに。いいですね。すごい楽しいです。すごいすごい。え、何年ぐらいのお付き合いですか。何年？6年ぐらいになるよね。6年ぐらいですね。コロナの前ですね。前ですね。そうですね。本当に直前ですね。直前ですね。私たちのこの番組もですね、うん、30分番組スタートして4年、うん、もう4ヶ月、3ヶ月目に入るんですね。うん、今年の4月6日で5周年、5年目に入ったんですよ。ありがとうございます。で、5月からこの1時間番組になって、ゲストの皆さんに来ていただいて助けていただいているという、月9番組になりましたので、はい、そうですね、そうなんですよ、月9ラジオで、笑った糸も巻いてるね。そうそうそう、お友達でつなげていこうという、あとあとね、また聞きたいと思ってますけれども、今日は、告知も含めてご案内したいということもね、聞いておりますので、はい、後でまたよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ということで、ゆりん、カモン。いや、あのね、ツイキャスの方でね、看護師さんの方のちょっと気になるんですけど、土曜日に那覇港から出るウエストマリン号の多くの変わる曲、ナイトクルーズに行ってきたんだけれど、うん、船に乗るまで雨降らなくて、船に乗ってる間雨降って、帰りもまた雨晴れて、雨降ったのはちょうどあれだけどタイミングが良かったってことで、良かったですね。なんですかこのナイトクルーズって。私乗ったことあるんですけど、那覇港からのね、あの船内にバンドが入って、生の演奏を聴きながら、私は乗りました。はい、あの軽い食事をしながらっていうクルーズがあるんですよ。多分それだから、船内だから濡れないんですね。で、雨の中をクルーズしながら楽しむ。今いくらなってるんだろう。ね、あの時5000円でしたね。うん、そんなに安いの？10年ぐらいになるかな。いや、私はね、4年半ぐらい前、4年前以内なんですけど。中でなんか一応ねバンドね、楽しかった、楽しかった、楽しかった、あの時な、祭りの時だったかな、花火も見えたんですよ。なんかそういう企画で、私はあの七夕、ちょうど今7月ぐらいでした、みんなで浴衣着てっていう話が、半分浴衣着てくれてっていう感じだったんですけどね。そうなんですね。6000円だったってことでね。あ、ちょっと値上げしてるんだね。そうそう、前の組になった時値上げしてる、値上げしてると思います。あ、なんか高橋さんの情報で、大城智也さんとその師匠とひふみさんと彼のお姉さんが歌ってますって。あ、そうなんですね。なんか石投げれば繋がるお気が。
しかったですよ、うんうんうん、いいですね。またいろんな情報ありましたらお寄せください、うん、はい、ありがとうございます、はい、それでは、うん、タミですね、うん、ね、結局最初はね、私たち一緒にモアイとかをやってですね、その時にちょうどコロナになって、じゃあしばらくはお金だけ貯めとこうってやってて、でもうなかなかコロナも明けそうにないからってことで九州旅行行ったんですよね。そうなんですよ。最初ね、最初のあれが台湾、私が台湾が好きということで、台湾にに行く積み立てだったんですよ。なるほど。それがね、コロナになってね、行けなくなったということで、うん、もうちょっと近くでも行くかということで、うんうん、福岡、なるほど、一泊でしてきました、はい、うん、その福岡がね、またね、よくってっていうか、何そのタイミングっていうぐらい、行きたいお店とかいろんな人からこうリサーチして、ここは美味しいよって言ったところが、お宿から30分のところだったりとか、はいはい、うん、とてもいいお宿に当たったとか言ってましたもんね。そうそうそう、で、あ、宿自体はね、そんなにめっちゃいいってわけではない。でもすごく安かったんだよね、うん、1万7000円。そうですね。で、ホテルも飛行機込みですね。そうそうそう。で、あの時初めてアフタヌーンティーっていうのを体験して、もう思わず気持ちは貴族のお茶会なんですよ。男爵は今何をされておりました、伯爵は、伯爵夫人何されてましたって、もう言い方からしてね、朝食がね、美味しいビルズっていう、はいはい、有名な、それのアフタヌーンティー版がね、たまたまね、その時にあったんですよ、たまたまだったんですよ、うん、そう、7月だけとかね、そんな感じの、うん、7月だっけ行ったの7月、うん、あ、夏でしたよね、うん、そうそうですね、台風が来てましたよね、帰り、帰りね、うん、だからこの時期にこの金額ってすごくないって私言ったような気がするんで、うんうんうん、そしてやめ茶のね、スパークリング、うん、ワインではなく、うん、そうお茶お茶スパークリングティーをこれがウェイクルムドリンクであって、あれが美味しくって、お代わりできますかって言ったのが一緒にいた、はい、一緒に喋ってくださいね、はい、聞くの聞くのにも中そうです、分かるよ、あなたが主人公よ、はい、少しずつね聞きながら行きたいと思うんですけれども、本物の方をね先にしたいかなと思うんですが、チラシ先ほどお持ちいただいてたと思うんですけど、ちょっと画面上にも見せながらですね、聞くところによると、7月の7日七夕の日に浦添で、はいはい、なんと18ブース出店者が参加してのイベントがあると、はい、第2回なんですかね、はい、1回目は、はい、私とこうもう一人新庄さんという方とやってるんですけど、はいはいはい、2人で主催して、はい、この時は出店も2人だけでやってたんですよ、はい、カフェを借りて、うんうん、でそれが大きくなって、これが2回目に、はい、急にダーンと大きくなって、私たち2人は18出店なしで、あ、主催だけで18ブースって聞いただけでもすごいなって、ね、そうですね、でしかも、はい、7月7日日曜日の朝10時から夕方の4時の、はい、なんと6時間、6時間、場所はどこですか、これ浦添市薬草、浦添市薬草の大通りの、はいはい、中村ビル2階、中村ビル2階です、なんか看板あります、デイケアさん、はい、NPO 法人すりずり、すりずりさん、すりずりさん、向かいにファミリーマートがあるので、はい、その向かい、はい、薬草通りでよろしいんですかね、はい、薬草通りで、なるほど、はい、薬草通りのファミリーマートの斜め向かいということでございます、はい、はい、入場無料、入場無料ですよ、はい、でどういったブースが18ブースありまして、はい、ハンドメイド、ハンドメイド、占い、ワークショップ、うん、あと飲食、うん、でリラクゼーションですね、まあ、さまざまな方たちが占いといってもたくさんいらっしゃると、うん、あ、そうですね、占い、私の仲間もマヤ歴で見てたり、はい、あと地中水面とか、はい、生命判断、はい、でマッサージの方、リラクゼーションの方はお灸だったり、うん、地平山って言ってお腹のマッサージだったり、はい、頭、ヘッドマッサージ、うん、これ値段的にはどんな感じなんですか、値段的には、価格的にはお安くなる、イベント価格で、はい、15分1000円から2000円くらい、DA から何時から何時までですかって聞いてますね、10時から16時です、10時から16時です、はい、ぜひ、ぜひ、ちょっと早めに行って、うん、はい、
あのご飯、はい、そこでお弁当なんかね、いい食事でということですのでね、はいはい、ぜひあの楽しんでいただけたらなと思います。これ駐車場とか駐車場もありってなってます、ね、駐車場はあるんですけど、7台から9台ぐらいしかないので、うん、じゃあやっぱりお誘い合わせ で、ね、お近くの方はちょっと散歩しながら徒歩で、はい、で、ね、お出かけ市外からいらっしゃる方はお誘い合わせの上できるだけ乗り合わせていただいて、はい、ということでね、行っていただきたいなと思います。パーキングが近くに有料のパーキングがあるので、はいはい、あ、なるほど、こちらもご利用していただければ、はい、はい、で、タミコさんは一体何で出展？私はあの主催、今回主催だけで18ブースあるので、お世話役、はい、お世話役をしたいと思います、はい、看板はなんて、ラッキー祭、楽しい喜ぶ祭りって書いてラッキー祭、ラッキー祭、どなた子供も楽しめるよっていうね、はい、なんかいいですね。あなたが楽しむ姿はみんなをワクワクさせる、はい、素敵な出会いがありますようにっていうね、はい、いいですね。そうですね、このイベントでもうなんか出会いをメインにしたいなって言って、はい、で出会いでみんなでつながろうみたいな。1回目の時ってなんか、はい、なんかどんなでした？1回目はあのランチ付きでやったんですよ、うん、なので私たちも終わって、うん、あの一緒に、あ、みんな一緒、あの何名か残ったメンバーと一緒にもうめちゃめちゃ結構長らく喋ってしまって、なるほど、でもそれが楽しかったっていうことも含めて2回目になって、ね、これだけ広がったっていうことですよね、はい、すごいな、今回は大きく、はい、お問い合わせ先をご紹介いただけますか？はい、電話番号でいいですか？そうですね、はい、電話番号で、はい、お願いします。新庄の方が070-3802-1026、はいはい、で私意識の方が090-9782-4628です、はい、リピートお願いします、はい、新庄さんの方が070-3802-1026、私意識の方が090-9782-4628です。はい、7月7日日曜日午前10時から夕方4時までラッキー祭ということですね。たくさんの18ブースありますので、ぜひ、ね、ご家族で楽しみに行かれてはと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、告知でございました。ということでね、今日はね、意識民子さんをゲストにお迎えしていますが、リクエスト曲からいきますか？はい、いただいておりますので、リクエスト曲、レベッカじゃなくてレッカですか？そうですね、レッカ、レッカ、ね、あの私ね、レベッカのって、うん、いうふうに言ったら、あのさっきキャンさんがね、はい、あの、うん、いないよみたいな感じで、ね、じゃなくてレッカっていう方なんですね、はい、レッカ、はい、女性の方なんですけど、はい、マイメジャー、マイメジャー、はい、タミコさんが30代の頃によく聴いていた元気になる曲だそうです、はい、お聴きください。マイメジャーです。洋楽ですか？いや、邦楽、邦楽、ね、これはあれですか？歌詞の一部ですか？あ、そうです、そうです。歌手の一部で。うん、高尾さん、詳しいな。日本の女性歌手ですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。カーコーさんがアフタヌーンティーって、要は日本でおやつ時間。そうです。沖縄で言うと三時茶。三時茶。ですね。初めて聞く。初めて聞きます。私も初めてです。ね、なんか今風のあれだね。うん、あ、そうですね。ね、うん、何年前？聞いたのが30代だから10、え、今50です。20年ぐらい前。20年前ですね。20年前に20代だった。今っぽい歌だね。今っぽいですね。そうだね。この方は20代ぐらい？レッカさん、その当時20代で、うん、私が30代で、うん、多分今40代。じゃあ高い声の出る歌手ですねって、うん、そうですね、うんうん、でもいい声ですよ本当に、うんうんうん、あ、沖縄大好きさん今夜ありがとうございます、うんうん、もうある程度年齢の方って妙齢って言いたいのかなって。高子さんよくご存知で、うん、
社会経験を積んだ年月まあそういう高穂さんもね、あの社会経験の今内地の方で積んで、一区切りして沖縄にやってくるということで、うん、お会いするのを楽しみにしてます。はい、あツイキャスのマイクこれだから、はい、ミツーから大きく言わないと聞こえないと思う引退して寄せよ寄せという年齢ですかもしかしたらみっちゃんたちと近いかもみっちゃんより上だったりして寄せよ寄せようまいな毎回毎回すごいね、ラップみたいな感じ。あ、そうですね、ラップみたいな感じ。あの時代でないです、うんうん、結構テンポ早い、ね、結構の多くて、ね、あのとこもすごい、うんうん、すごいカラオケで歌うんですけど、めっちゃやばいですよ。すごい、ありますあります、すごい、はい、今度挑戦してみたいユリってそうだよね、私は無理だな、舌噛むな結構ギハハします、うん、あの私があのアイドル歌うのと同じくらい、アイドルは、はい、あのフレンズという曲も有名ですって、あの最初に歌わないと次から歌えないんです。フレンズ、フレンズという曲があるんですね。あ、そうなんですね。あ、フレンズ歌ってる方なんですね。アルバムとかね、それならわかるかもしれない。レベッカのフレンズとは違うもんね。違うんですね。ちょっとフレンズ探してみよう。あ、なんでレベッカでフレンズですって。うん、うん、レベッカでフレンズ、フレンズ。っていうのも、やレッカさんも歌ってるってことですよね。あー、そうなんだ。わかんないけど。ちょっと、あの、フレンズという曲、はい、頑張って。そのまま CM 行きます。レベッカの話をしている。ただいまお聞きの番組は FM 宜野湾から生放送でお送りする美女の掟です、午後9時31分を回りました。本日はゲストに一色民子さんもお招きしています。ありがとうございます。はい、引き続きいろいろと質問していきたいと思います。小さい頃はどんな女の子でしたか？小さい時は好奇心が旺盛で、先ほどもねちょっと話したんですけど、3歳4歳ぐらいですかね、なんかいとことかが集まってくるとテーブルの上に登って作り歌を歌ってすごい、なんかということは小さい頃は歌手になりたかった、ね、なんかうろ覚えなんですけど歌手っていうか、歌いたいかあれですね、なんだっけ、シンガーソングライターっていうやつですね。なんか
今はなんか作り歌作り歌、今思い出したんですけど、うん、作り歌で、うん、お父さんが結構作り歌みたいな感じで歌ったなと思って、うん、今でもなんか今でも車乗ってて、うんうんうん、看板とかが出るじゃないですか、うん、あったら看板を見て自分で勝手に歌ってるとか、あ、看板を歌詞にして、そうそうそう、面白いお父さん。父譲りのかな。なるほど。すごい。やっぱり三つ子の魂役まで。はい。じゃあそのもちろん歌を歌うことです。はい。カラオケ行きますか。一人最近はもう一人で一人カラオケ行ってます。おお。頼むから私を誘って。はい、アイドル聞きたいです。趣味はどのようなものがありますか？趣味は、はい、もうカフェ巡りが好きで、はい、一人でも、うん、本当にあちこち、うん、いろんなカフェ見つけたら、うん、ネットとかで見つけて、うん、一人で行ってます、沖縄結構いいカフェがありますよね、うん、結構いっぱいありますね、うんうん、最近またねちょっと喫茶店ブームというか、うん、そうですね、カフェブームみたいですよ、うん、本もねあのいろいろ出てまして、うんうん、楽しみだなと思っていますけど、はい、でもね、週に3日しか空いてないとかね、あ、そうですね、なんかこだわりのカフェというか、うん、そういうのが多いみたいですね、そうですね、うん、なんかね、いい感じ、なんかね、国紙とかね、うん、もうちょこちょこできてるじゃないですか、うん、でも大体が内地の人なんですよね、そうなんですよ、内地の人がほとんど、すごいね、うん、なんかね、うん、皆さん、沖縄の人頑張ってくださいね、あっちの、うん、ガジマンロはうちなんちゅうですから、うん、みんな行ってください、ガジマンロ、あのうちのばあちゃんのお家の近くなんですね、そうそうそう、うん、どこにあるんですか、大きみのネロで、うん、途中からかあのちっちゃい看板があるので、はい、うん、行けるかなと思うんですけど、まあ、みかん畑のど真ん中にあって、そうそうそう、うん、時期になったらみかん狩りすることができます、結構長いですよね、そっちはね、うん、魔女さんがやってますので、はい、魔女さん元気かな、何回か行ったことあるな、ね、あ、そういえばこの間3軒はしごしましたカフェ、1日でわお、どこ行った、まず西原に行ってカフェ行って、でその後に、うん、あ、ちょっとここかハイバル、ハイバル2カ所行きました、おすすめありました、2件というのはあるけど3件はすごいな、うん、もう全部おすすめすごい、最後のお店がパンケーキだったんですけど、うん、すごい美味しかったです、でも最後3件目だったんで、さすがに、うん、あの1人で食べれなくて2人で半分しましたなんかそっか、すごい、うん、なんかすごい行動派なんですね、うん、そうですね、私は1人では行かないな、誰かと言っているかなって感じ、一人で旅行行く、ね、とか ね、 そうですね、いますよね、それもないな、うん、まあ、あそこで現地集合って一人でっていうのはあるんだけど、うん、でもなかなか最近は私もないんだけれど、あの映画は一人派でしたね、まだ映画も一人で行ったことないな、うん、私も映画一人派です、そう、いちいちくっちゃべてくるのがうるさい性格が出てるし、ちょっと余韻に浸らせてよみたいな、余韻わかりますね、一人だと思いっきり泣けます、そう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 、もういいところで喋るなみたいな感じでねそうか、で、まあ、私たちこの美女の掟では、まあ、掟というのがねちょっと、うん、自分なりのこだわりとか心がけとかっていうことを指してるんですけど、意識さんのお仕事が癒しですよね、あの足をそうです、ね、マッサージしたりとか、はい、癒しのお仕事、前歴も含めてそうですけど、はい、ご自分のそのこだわりといいますか、お仕事でされている心がけみたいなことがありましたら、はい、お聞かせいただければと思います。そうですね、こだわりはマヤ歴の方で、うんうん、今ほぼマヤ歴が多いんですけど、うん、と講座とかセッションやってて、はいはい、でその時にやっぱりお客様の
あのやっぱり悩みとか相談を受けたりとかはするんです、うん、講座とかでもやっぱりそういう話が出てきたりするんですけど、うん、こちらが一方的に話するのではなくて、うん、なるべくもう聞いてあげる、もういっぱい話してもらおうかなっていうので、うん、とにかく聞くっていうのを意識して、うん、そうですね、もう緊張が一番なのでね、うん、で結局言葉にならない相手の心理みたいなものがあるじゃないですか。やっぱりそれってやっぱり相手がね一生懸命話していただけるようにこちらがこう問いかける、はい、ということがやっぱり大事かなと思うので、そうですね、そういうことを大事になさってるんですね、はい、タイミング見ながらこっちから喋ったり、うん、で話したいタイミングで喋ってもらったりとか、うんうん、まあ、こちらの方にねあの事前にちょっとお話を書いていただいたんですけど、はい、講座では相手に分かりやすく伝えることを意識して、はい、クライアントさんの話をしっかりと聞くことを大事になさっていると、はい、いらっしゃるんですけど、はい、あとご自身の、まあ、なんですかね、お客様からの、予約でもって、はい、まあ、ご紹介とか予約とか、はい、まあ、イベントとか、あ、そうですね、そういった形でのご予約受付になるんですか、はい、イベントとかでも結構多いですし、うん、で知り合いとかの口コミとかで、最近はインスタとかでも、はいはい、はい、あの問い合わせが来て、うん、あのその場合は検索は何てやれば意識さんに届くんですか。検索はそうですね、マヤ歴、うん、意識、あ、はい、とかで、お店のサロンの名前とかではなくて、サロンの名前だと、そうそう、ホームページがないので、あ、はい、だから逆につながるかもしれないですけど、マヤ歴で意識と行こうで、あ、そうですね、はい、やった方が出てくる、出てくると思います、はい、なるほど、ということですよ、皆さん。タカポさんから質問が来てますね、うん、コミュニケーションというのは一心伝心ではなかなか難しいけど、何かコツはありますか、うん、まあ、あの聞く耳も必要ですけど、求められているもの、求められていることを引き出すっていうのの、うん、そういったコツっていうのはありますか、ね、そうですね、コツ、コツというか、あのタミコさんが、はい、日々やっていることっていうのはどういうふうにして引き出していってますか。私もしゃべるマヤ歴めちゃくちゃ好きで、いろいろ伝えたいことが多いんですよ。なので今日今年で6年目なんですけど、初めの頃はもうとにかくもう知識がいっぱいあるんで喋ってたんですけど、やっぱり途中から話を聞こうっていうところに入っていった時に、やっぱりお互いなんか何て言うんですか、一心伝心じゃないですけど、そういう通じ合えてるなっていうのも分かってきたし、で、あと先輩とかにアドバイス聞いて、で皆さんやっぱりあのとにかく聞くことだよって言って、コツというかも意識して聞くっていうのを心がけて、もうスタートの時からお客さん入る前からあの意識をしようと思ってやってます。担当直入にお客様に今日はどういったことでとか最初の聞きになります、はい、聞くときもあれば、うん、お雑談から入るときもあります。例えばあのお申し込みのときに生年月日をいただいたりとか、あ、はいはい、やっぱりそうすると前もての準備が私たちでできるじゃないですか、うん、あ、そうですね、はい、私も鑑定の仕事をさせていただいているので、はいはいはい、でそうすると今こういう時期だから、はい、こういう運気が回ってきてるから、はい、おそらくこういうことをちょっと何かあるのかなとかっていう、ある程度予想というか、あ、はいはいはい、っていうのをちょっと私の中では概算的に、あ、はいはい、ちょっといくつか考えておいて、はい、お客様とお会いするんですけど、タミコさんの場合はどうですか。前もって生年月日はまず聞いて調べておくんですけど、うん、まあ、会った時のこのその時ドッキリで変わってくると思うんで、うんうんうん、お申し込みがあった時はちょっとこういう悩みだったけど、あった時もっと深い悩みだったり、ちょっと違うアプローチっていうかなんか出てきたりするんで、そのあった時のこのなんかなんていうんですか、感情っていうか、そういうのを大事にしたいなと思って、集中はしよう。意外とタミコさんじゃインスピレーションというか、その人とのあった瞬間の感覚、感覚でお話をされる。そうですね、感覚が一番ですね、うん、はい、ということですね、すごいですね、まあ、本当にあの
みっちゃんにしろまあそういった人生なんていうのかな人生の、お悩みとかをこう左右するわけではないんだけれど、うんうん、ちょっとこう道しるべを記してくれる仕事っていうのはすごいなって思うんですね、うん、まああのマヤ歴にしろ、まあ、地中水面にしろですね、なんかあのなんていうのかな私にとってみればなんか違うんじゃないのこれ私じゃないんじゃないって思うところと、うん、あこれ多分私だなとか思うようなところがあってそれっていうのはどういうふうに位置づけするんですか。そうですね、まあ、今例えばで言うと、うん、私とさゆりさん一緒なんですよ、うん、前歴で紋章ってあるんですけど、うん、性質が、うん、健在意識っていうところで見ると、うん、青い星っていう、うん、ところで一緒で、うん、やっぱり性質が一緒とか、うん、であと三尾さんの場では青い手っていう紋章があるんですけど、うんうん、私と三尾さん、さゆりさんと三尾さん、うん、青い星と青い手、うん、っていうのもやっぱりいろんな関係性とかがあったりとかして、うんうんうん、和紙同士だと波長が合うとか、うんうん、和紙だとなんかあの常にこう飛んでいるからめちゃくちゃ高いところで飛んでるんで、うんうん、あのなんていうんですかね、目的が大事なんですよ和紙で、うん、目的、目標を持って飛ばないと、うん、どこ行くか分かんない、もう頭をつけるぐらいどこ行っちゃうか本当に分かんない、うんうん、帰ってこれないぐらい、うんうん、なので目的を持ってやってる、うん、で一日一日のエネルギーっていうのがあるんですけど、うんうん、13日ごとでもあって、うんうん、ちょうど今青い鷲の期間なんで、うんうん、目的を持とうねっていうのと、うん、あと心、うん、心っていうのが、うん、あの大事になっています、うん、青い鷲って、うん、心を整えるっていう、うん、何か問題があったら心に引っかかったら寝れないっていうのが青い鷲の特徴なんで、うん、何か始める前とか心に引っかかることは必ず解消してからやった方がいいっていう、うんうん、今ちょっと心を整える期間で、うん、リフレッシュ期間っていう、うん、母に振り回されないみたいな。じゃあ青い手の人は、青い手の人はもう手にパワーがあるので、うん、本当に手を使った方がいいです、うん、器用でもあるしもう細かい丁寧に手を使ってやると、うん、あのこのもっとパワーができます、うん、なんかみんな疲れないとかよくね、なんかお客さんに、お客さんになんか手疲れないとか言うけど全然疲れなくて、なんかむしろなんかマッサージをしてたらめっちゃ気持ちよくなってくるっていう感じですね。そうそうそう、なんか後付けにはなったけど後で知ったんですよ私、前歴に青いっていうの後付けだったけど、なんかあ、よかったって、そのように生きてるなと思いました。マヤ歴っていつぐらいからの、私全然知らなくて。マヤ歴は暦なんですけど4000年前って言われてるんですよ。マヤ歴説明するの結構難しくて、私8年になるんですね、あのこの仕事を始めて、うん、8年前に初めて、うんうん、あの先輩、はいはいはい、なんか名前ちょっと忘れてたんですけど、はい、この人から初めて、こういうのもあるのって初めて知りました、はい、うん、今までね、気質学っていうのをやったので、はいはい、まあ、島の子です、はい、講師です、はい、なのでそうそうそう、マヤ文明の頃よねって書いてるんですけどそうなんだね、はい、で後付けで割ったんですけど、なんか良かったなと思って、なんか余計なんかやる気になってきました。いいですね、今の仕事をなんか、ね、転職だと思って、うんうんうん、今後はどういうふうに、あ、さっきね、あの目標、はい、目的を持つっていう話もしたんですけど、どういうふうにしようという、特にね、青い橋って目標のビジョンを描くっていうのが大事になってくるんですよ、で本当に青い橋の性質で、うん、ビジョンを描かないとなっていうところで、うん、ビジョンビジョンって最近はずっと思ってるんですけど、うん、もうなんか大きいビジョンが出てこなくて、うん、もうこの目の前にあるこのビジョンというか目的を、生活であったり何でもいいんですけど、うん、こう目標を持っ
ってこうやり遂げるっていうことを、うん、あの今やって、うん、でそのうちに大きいビジョンとかが出てくるのかなと、うんまあ、意識するっていうのが大事なので、うん、おそらくねこういったあの7月の7日の七夕の日のね、はい、イベントを企画して、うんうんうん、多くの人との縁を結んでいく、うんうん、そういう、はい、あのお仕事の中からご自身と引き合う方たちというとの出会いをされていく方なのかなっていうふうにちょっと先ほどのね告知のご案内されている中で私はそう感じたんですけど、だからそういう何て言うかな多くの人たちを出会わせるお役目なのかなって、それがやりがいがあって、で今目の前のことっておっしゃったけど、うんうん、それをやることによって次が見えてくる、はいはいはい、でそこのやることによってまたいろんな方と出会う中で、うんうん、タミコさんがやりたいと思うことがまたつながってくる、うんうん、そうですね、はい、だから人とお会いすることが一番大事なのかなっていう感じ、うん、出会い大事ですね、うん、出会い大事ですね、うんうん、そんな感じがします、ね、私もタミコさんと出会いもそうですね嬉しいし、うん、本当に、うん、今度こそ台湾行こう。台湾行きましょう。そうですね。このお三名は遊ぶことが大好きなお三方のようでございます。はい、いろんなことを計画するとね、なんか張り合いが出てくるんですよ。うんうん、何も決めないでやるとなんかね、うん、そう。まあ、人間みんなそうだと思ったら性質によって違うんですよね。毎週毎週次はどこ行くってなんかさ決めてるんですけど、すごいですよね。もう今日何もなかったから雨でも、でも本当にさ雨で遊べるところってないかなとかね。うちも元からは、みつるさんはみつるはマグロよねって。マグロ覚えてないとダメよねみたいな。そうなんかゆっくりしたい、なんかね反対に友達といたり一緒にいた方が私はなんか癒される、なんか。一人で何かやるっていうよりは人とやりたい感じ、うんうん、雨で遊べるってあっち結構おすすめかな、水族館あるじゃないですか。ああだから DMM、はい、むしろ、うんはい、あれ面白いんですよ、うん、水族館って言っても、うん、いろんあのお猿さんもいるし、まあ、いろいろあって、うん、あのお向こうのあれお猿さんとかあの、鳥さんとかは贅沢でリンゴ皮むかないとダメなんですって、そうなんか贅沢になってるなと思ったんですけど、なんかねそうじゃないとあの、まあ、大丈夫な子もいるしダメな子もいるっていうふうに聞いたんですけど。あそのね、ちょっと脱線してしまったんですけどね、うん、さあ民子さん、これから先また何かしたいと思う、やりたいこととか何か望むようなこととかありますか。やりたいことは、うん、去年ぐらいかな、うん、まあ思いついたというか、うん、は今も個人で前歩きとかいろいろセッションやってるんですけど、うん、なんか多くの人にやりたいなと。で、うん、施設だったりとか行って、うん、こうなんだろうな、10名、5名から10名ぐらいでもいいので、うん、なんかみんなに伝えたいなと思って、うん、で結構一人一人に伝えるのも悪くはないんですけど、大勢の人に伝えるのが合ってるのかなと思って、うん、それをちょっと去年足つぼの先輩にお願いして、うん、で今年婦人会で。6名ぐらい、その時も一応この一人一人ではあったんですけど、うん、あのこれからはもうちょっと一気に大勢のことをっとやってみたいなっていうのがちょっとあります。だからやっぱりワークショップ型で、あそうですね、例えばやっぱり公民館講座とか、あそうですそうです、やってみたいですね、そういった方向が多分開いていかれるかなって気がしますね、うんうん、はい、ぜひぜひ、はい、広げていってください、はいはい、ではもう一度告知の方お願いしたいと思います、7月7日日曜日午前10時から夕方の4時ということで、場所の方タミコさんお願いします、はい、場所は浦添市薬草中村ビルの方ですね、NPO 法人さんで、薬草通りのファミリーマートの向かいになります、はいはい、ということで
楽器祭、はいね楽しく喜ぶ祭りということで、18ブース、ね、入場料無料ということですので、ぜひ皆さん7月の中遊びに行ってみてください。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。リエからはね、マヤ歴はどこでやってもらえますかって。マヤ歴はカフェとかで。あどこでも、OK、どこでもできるので、はい、あじゃあ顧客ごハウスで、はい、やるそうですからす、はい、ぜひあのリエ呼んでくださいね。はい、はい、じゃリエがやるときに私も行きます。はい、ということですね。うん、なんか書かれてるけど、なんか了解って。はい、沖縄大好きさん。うん、DMM、うん。一回行きましたが楽しかったっすってことでね。行った方が、ま、あの話のネタになるし、よくですね内地の友達とかで幼稚頃についてちょっと美ら海水族館行く、4時からは行けませんってそうよね、そうそう、行くまで2時間かかるって、ってびっくりするんですけどね、GMM だったらね、ちょっと行くことできるので、まあいいかなと、バーで寄って、水族館の魅力によって、ダブルで心地いいかもね、ということで、高子さん、ありがとうございます。ありがとうございます。いいね、引っ越しの荷造り、頑張ってね。頑張ってください。沖縄でお会いできる日を楽しみにしてます。うん、いつ、10日過ぎということなんですけれど、まずは沖縄、FM ギノワの方に、1週間くらい、入り浸ってほしいなと思いますね。すね、いろんな番組に顔出していただいて、じゃあその時に、美女の掟で、7月第3週目、じゃあそこの辺の美女の掟の、スケジュール開けておきます、ゲストの方に、はい、入れておきますのでよろしくお願いします。座布団も用意しておきますので、ねはい、お願いします。ありがとうございます。だってよはい、それでは、今回ですね、石木民子さん迎えての美女の掟でした。名残惜しいんですがそろそろお時間となりますので、最後の曲エンディングは、スキマスイッチの全力少年、これも民子さんの、ね、リクエストだったんですけど、何か揺れありました？これ今ウォーキングしてるんですけど、うん、マイブームでウォーキングの時に必ず聴いてます。あ、なるほど。あ、確かに。でも足が速くなりそうね。時間まで聴いてください。それではまた来週も聴きに来てください。はい、今日の今晩のお相手はみっちゃん、みっつ、ゆりんでした。バイバイ。バイバイ。たくさんありがとう。ありがとうございます。バイバイ。チャオ。ありがとうございます。いつもいつも、はい、紹介してくれたら大好きさん、高校さん、あれだけじゃない方がいいかもね。違う業種の人とかね、お給料箱とかいいね。ありがとう。終了して、上がらないよ。公開ね。